皆さんこんにちは。今回は1992年に任天堂より発売されたスーパーマリオランド2、6つの金貨をプレイしていきます。このゲームはセレクトボタンでイージーモードでプレイできますが、見栄を張ってノーマルモードで遊びます。前回に引き続きレトロフリークを使用しますが、辛くなるまではクイックセーブ機能に頼らない方針です。さて、冒険がスタートしました。前期のゲームボーイソフトらしくプロローグすら用意されておりませんが、舞台はキノコ王国ではなくサラサランドで、前作のマリオランドでボスタナンガ討伐に行っている間にマリオ城がワリオによって乗っ取られてしまったという、そもそも開館校で大工のマリオが城を持っているというのも謎です。まあ世界的なマリオさんの設定にあまり突っ込んではいけない、マンマミーヤ。さてさて、今更ですがここはチュートリアルステージです。見ての通り前作のマリオランドとは比べ物にならないぐらいで、マリオランドじゃないですか。スーパーマリオランドは1989年にゲームボーイと同時発売された伝説のゲームソフト。売上本数は419万本でテトリスに次ぐゲームボーイ2の販売本数を叩き出している。背景はマリオ3っぽく、キャラが小さい、なんとなく当たり2600のソフトみたいに見えるが、ローンチタイトルということと初代ゲームボーイの画面に水汗と遅延を考慮してほしい。通りすがりのマリオランド過激派に絡まれてしまいましたが、キャラも大きくなり、そして様々な要素を追加してパワーアップしてます。パックンフラワーもなかなか綺麗でしょ。キノコマリオ以上では頭突き機やスピンでブロックを壊すことができます。ベルは中間ポイント。ステージ自体はさほど長くないですが強い味方です。ステージが短い上にアイテムも豊富。マリオランド2は難易度がぬるすぎる。やはりゲームボーイのマリオはスーパーマリオランドこそが至高である。いろいろな考え方がありますが、ご存知ゲーム下手世界ランク5位のプレイ動画なのでちょうどいいです。フラワーマリオは頭に羽がつきますが、この黒画面ならではの配慮です。当時の記憶をもとにプレイしておりますが、意外と覚えているものです。どうでもいい情報ですが、私が生まれて初めてプレイしたゲームだったりします。あまり活用はしませんが、のこのこの甲羅は持ち歩くこともできます。ゴールのベルを鳴らすとミニゲームが遊べます。ミニゲームはクレーンゲームとあみだくじです。景品が気に食わなければ左ボタンでキャンセルできます。バニーマリオはジャンプ力強化と空中で踏ん張ることができます。本ゲームのチート枠です。マリオランド2はステージをある程度選べます。左回りでやっていきましょう。ステージは大きく分けて6つあり、それぞれのボスを倒すと金貨が手に入ります。それを6つ集めることでマリオ城に入ることができるのです。だから6つの金貨、カセットにもデカデカと書かれております。でも本当はスーパーマリオランド2って呼んでほしいらしい。手早口のマリオランド過激派が言ってた。俺だよ、マリオだよ、というテレビ CM が当時自分の中で話題でしたが、同名の漫画がありましてね、作者はもちろんスーパーマリオくんでおなじみ沢田幸男先生ですが、当時の6つの金貨の攻略や知識はスーパーマリオくんで得てました。沢田幸男先生、偉大。何気に敵キャラが大きく、そしてマリオシリーズ屈指の愛くるしさと憎たらしさがあります。ゲームとしてはファイア推しですが、基本的にバニーを離したくない。隠しブロックがたくさんあるのもこのシリーズの特徴です。
これだけ大きなキャラがグリグリ動くので、このゲーム処理落ちがデフォルトだったりします。処理落ちという現象を知らない当時の私は、演出としてスローモーションを入れていると思ってました。一生そう思って生きていればよかったな。スーパーマリオランドでもあった網だくじ。網だくじではない、ボーナスステージだ。スーパーマリオランドではベルを鳴らさずとも上のゴールに入ればボーナスに挑戦できる。ちゃな、勝手な表現を使うな。さて、順調にステージ2に挑戦です。おそらく樹液ということなのでしょうが、謎の液体が存在します。このオブジェクト、ツリーゾーン以外でも登場するので、今のうちに挙動に慣れておきましょう。この敵は猛魚、頭が牛の魚、なぜ生まれたし。今の謎の時間はレトロフリークのコントローラ設定がしっくりこず、試行錯誤しております。また今回のプレイはラインの変身を返したり、ポテチをつまんだりしながらプレイしています。クイックセーブ機能はワリオ城までは使えません。ワリオ城まではね。けしからん。ゲームは実機に限る。スーパーゲームボーイなら許す。あとゲームは正座してメーカーはじめ制作者様に感謝しながらするべきだ。ポテチ許さん。せんべいに緑茶だ。飲食しながらゲームは容認するので、どのステージにもだいたい1アップポイントが用意されているので、残機には困りません。またコインは999枚までストックすることができ、ワリオ城ふもとのカジノで豪遊できます。そのためこの作品よりスコアが廃止されております。一応ステージに時間制限はありますが、普通にプレイしていたらそれすら気づかないかもしれません。サクッと中間ベル。そしておもむろに樹液ゾーンへ。難易度が優しめに見えて、たまにこういう意地悪な場所があるんですよ。もしバニーを失ったら、もう一機失うしかないような場所。ロードランナー並みに命が軽いので成立しますけどね。でもこんなに苦労して得るものが1アップなので、もう通らないとその時は思ってました。そういえばスーパーマリオワールドで3アップを発見したとき、テンション上がりませんでした、自分だけ。木の上に到達です。基本的に虫が多いですね。ステージとしては成立するけど、用途不明の土管。崩壊は前後する可能性が高いですが、この前にはギャンパラダイスをやっているので既視感が強いです。あのゲーム、サメのグラフィックとか意外とこのゲームとの共通点あるんですよね。ノーマルモード、かつ開始10分未満で16機。いいですね。このハエみたいなのはマリオから逃げていくだけなので、基本的に無害。平和。6つの金貨は基本的に欲張らなければ簡単なゲームです。でも欲張り心をくすぐるアイテム配置なので、幼き頃は騙されました。そして開始以来初ピンチです。ステージ終盤のチビマリオは風前の灯火。古くは万葉集で歌われております。こいつピンチを乗り切る。
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録およびコメントや応援をよろしくお願いいたします。